相次ぐミサイルの発射など北朝鮮の脅威が高まっている状況を受け、韓国で空襲を想定した全国一斉の避難訓練が実施されました。あ、今鳴りましたね。午後2時を過ぎたところです。今ですね、こちらソウル市の庁舎内でも訓練用の警報が鳴っています。16日に実施された訓練は民防衛と呼ばれ、公共機関の職員のほか、6年ぶりに小中高の学校職員や生徒なども対象となり、全国一斉に実施されました。こちらソウル市の庁舎内ではですね、このように職員が階段を使って地下階へと避難していきます。訓練用の空襲警報が発令されると、訓練の対象者らは建物の地下街や地下鉄構内に避難し、心肺蘇生法など緊急時を想定した訓練も合わせて行われました。韓国政府は次回以降の訓練では対象を全国民まで拡大することを検討しています。